太もも痩せしたい人におすすめな動画です。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、太もも痩せしたい人におすすめなスクワット前に行うストレッチというのを紹介します。まずですね、太もも痩せしたい人ができない原因としては、スクワットをしたり太もものエクササイズをするとももが太くなりやすい人、あと張りやすい人、硬い人、そういった方にはですね、エクササイズの前にストレッチをすることをおすすめします。というのもですね、筋肉というのは収縮して力を使いますから、収縮が短い人というのは早く力が伝わって力がつきやすいです。筋肉の柔らかい人っていうのはしなやかですから、エクササイズの際にね、力の伝達がゆっくりなので力がつきにくいです。で、力がつく方がいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、力がついて太くなっちゃう足の人はですね、力をつけるというイメージよりも、まあ痩せやすくするために動かすというイメージの方が、まあ、正しいかなと思います。なので今回、そのエクササイズの前にストレッチを行うことで筋肉が緩んでくれますんで、太くなりやすい人もですね、太くなりにくく細くなりやすくなりますんで、今からやるストレッチを行ってもらえたらと思います。ではいきます。はい、まずね、太ももが太くなりやすい原因としては、大腿四頭筋、太ももの前側がですね、太くなりやすい。ここをまずストレッチをすることで、スクワットをしても何か太もものエクササイズをしても張りにくく柔らかい筋肉になりますんで、やっていきましょう。まずとっても硬い人はですね、こういう感じです。後ろに手をついて膝を折り曲げて、太ももの前側をだいたい30秒間こういう形でキープしてください。で、これでもね、しっかりもう伸びてる感じしないよって方は、今度このまま肘をついて太ももの前をしっかり伸ばしてください。だいたい30秒これもキープです。まあ、これでもね、伸びないよ、もう筋肉柔らかいよって方は、だいたい太ももが張りにくい方なんですけど、一応膝を折り曲げてもう寝っ転がります。この時に腰がぐっとね、反れないようにお腹を適度に引っ込めて、まっすぐにして前ももをストレッチしてください。こういった感じです。これもだいたい30秒キープです。というのを行った後にエクササイズをしてください。あともう一つおまけなんですけども、ストレッチをしながら腹筋を適度にね、使うストレッチも紹介します。はい、このように体を起こしてですね、このまま後ろにぐーっと倒れて、ももの前を伸ばします。これは結構ね、バランスがいるのと腹筋結構辛い。これをね、10秒キープしたら帰る、ぐーっと倒れて10秒キープしたら帰るっていうのをやってみてもらえたらと思います。今日簡単なストレッチの紹介だったんですけども、太ももを細くしたいっていう場合は、動けば変わる、鍛えれば変わるっていうのはちょっと間違いでして、しっかりね、太くなりやすい人はストレッチをする、太くなりにくい人はしっかり鍛えても OK、 いろいろ足の性格がありますんで、まあ、自分に合ったね、エクササイズやり方っていうのを早く見つけることが大切です。でも大体の方に言えるのが、鍛える前に今みたいに筋肉を伸ばして緩めるとですね、筋肉が張りにくい、太くなりにくいっていう感じになりますんで、今みたいに伸ばしてもらって、まあ、やりすぎない、筋肉が張る手前でね、やめてもらうっていうのもポイントです。スタイルを良くしたい場合はですね、もうとにかく鍛えるっていうイメージよりは、まあ、痩せやすくするため、筋肉を落とさないために、まあ、適度に動かしとくというイメージぐらいでやってもらって、あとはやりすぎちゃうとご飯食べすぎちゃったりするんで、まあ、そうなる手前でやめてもらって、食事の管理とバランス取ってもらえたら、太ももは細くなりますんで、頑張ってもらえたらと思います。今日は簡単なストレッチでしたけども、勉強になった方はグッドボタンやコメントお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。